校の駅にちょうど着いたところで、この後お母さんたちを迎えに行きます。緊張してきた。さっきWeChat でも着いたっていう連絡もあったんで、楽しみというか、とにかく緊張。怎么样？很开心啊！第一次来日本，很开心哈。对。我们等会要坐地铁，从这下去啊。お母さんはちょっと出るときに手間取ってたけど、無事二人ともちゃんと到着してよかったです。カードも買えたので、こっから。浅草に行きます。ホテルが浅草なんですよね。我感觉我最近长得越来越像我妈了。是不是很像？我觉得我们俩长得越来越像了。 Hello Hello 小舅给大家介绍一下。OK I'm from Shanghai China 小舅和你妈有什么样的亲戚关系啊？他的妈妈是我爸爸的姐姐。跟你跟哥哥一个关系。哦，那就是表弟。对，对，很亲的呀。哦，一个。他的妈妈是老三，哦，我老爸是老四。哎，是不是我们家人都个子比较高啊？对。我今天我看小时候，你没见过吗？185。大家就比较高。みんな背でかい。だから私もでかいんだ。你还会什么日语啊？やめて。从哪学的？やめて。A B。Please A B。今ですね、うちのお母さんとおじさんを、浅草に案内してます。2人とも初の日本、初の浅草。浴衣着ている海外の人たちを写真撮ってる。这里面就是浅草市。めちゃめちゃ写真を撮ってます。2人とも初の浅草にすごく興味を持ってくれてます。妈，你们也过去吧，我给你们拍个照片。すごいな。大福三つ買いました。みんなで、私は磯辺餅にしました。味道怎么样嘛？好吃好吃。糯米团子。对对对，还好吃哈。美味しい。美味しい。美味しい。哎，你学的挺像的。久しぶりに磯辺餅食べた。美味しい。你喜欢哪个？都好吃。怎么样？我感觉就是很好，有点像我们国内那个叫旺旺仙贝。做的仙贝就是仙贝，就这个味道，好像有点甜，有点咸。对对对，不错。你把垃圾丢在哪里的？你问好了，在日本，你只能把垃圾拿回去。他没有垃圾桶的。基本上没有垃圾桶，在日本不能随便扔垃圾的，所以基本上大家都要把垃圾给带回家。对，这こっちが一番の見どころ。这里面就是最那个，对，最大的那个庙。嗯，我们进去看看，它里面供的是什么什么佛，跟我们中国的一样吧。然后再去，すごい。お母さんちゃんと。神社に来る時のしきたりを調べてた。洗左手、洗右手。这个寺庙还是挺大的。对。軽快な足取りで登ってます。お二人とも。然后呢，大家一般要在这儿放点钱，把自己的零钱投进去以后，然后跟那些就是神仙们就是许愿嘛。对。哦，这里面不能进去的。不能进去的，大家都是在这投钱许愿。是。人民币。人民币，人民币入れるのはどうなんだろう。他这个是抽签，おみくじ。抽签，100日币。对，然后就是可以抽什么大福、福啊、凶啊什么的，就是可以，看看你的运气。对。地藏堂啊。是就是地藏王菩萨，九华山不是有地藏王菩萨吗？哦。然后药师呢，就是药师佛，是一个佛吗？对，它其实就是跟中国的佛教就是有一样的哈，很相似哦。
乾杯乾杯乾杯。はい、まずこれはブルスケッタという Wi-Fi の密码。生肉一長串哦。今ね、焼肉屋さんに来たんですけども、うちのお母さんとおじさん、主にお母さんは生肉にびっくりしてます。生肉と生の卵にびっくりしてます。老妈，你要不要尝一下？嗯嗯嗯，就把它给涂在面包上面。怎么吃？你先拌一下嘛，用你的筷子给搓一下。来，我来，我用。对，然后就这样拌一下。这种时候日本人就会讲美味しそう。拌一下。美味しそう，就是看起来很好吃。好的。那充分搅拌一下。OK OK， 很好了，很好了，差不多了。就按自己喜欢的分量放上去。哦。这个是肉。啊，对。牛肉吗？是牛肉。就这样。就这样。还吃得惯吗？ OK OK、嗯、先尝一尝。第一次吃生肉吗？嗯嗯，也是。还能吃吗？能吃，美味。生鸡蛋也是第一次吧？嗯嗯，不错。来，你感觉不到它是生的，嗯，就是没有腥味儿。对。これも生。この焼肉屋さんは結構生が好きかも。あ、前に尝一下嘛。蘸一下。对，蘸一下。好吃。可以吃吗？可以。味道好吃。真的能吃。第一次尝试这个。在中国尝不到的应该是。美味しそうに食べてる。我感觉哦，它这个肉比我们国内吃的肉要嫩。是吗？对。都吃完了。はい、今帰ってきました。ちょっとね、エンディング撮ろうと思ったんだけど、なかなかみんなと旅行してるとそんな撮る余裕もなく。そしてね、まあお母さんとおじさんの日本への反応とかもね。まあ、動画回ってないところではいろいろ語ってくれたんだけど、そう、回ってない間にね、やっぱ喋ってるからさ、なかなかこの動画には多分出てなくて、一週間一緒にいるから、まだ何日かあるから、まあ、なんかの機会でね、ちょっと二人に日本への印象とか、まあイメージとか、いろいろちょっと聞けたらいいなって思ってます。